ケラニア大学よりディルヌーキ先生と、国際交流基金より11月からケラニア大学にオンライン赴任となりました中田と申します。スリランカにおける日本語教育について本日発表させていただきます。よろしくお願いいたします。発表の流れはこちらの通りで、最初にスリランカの日本語学習者数ですとかケラニア大学について簡単にご紹介した後に、近年の流れを受けて行った調査についてご報告をしたいと思います。2018年の国際交流基金の報告では、日本語教育機関77、教師は125、学習者は8454名となっています。独学者ですとか拾いきれなかった学習者も含めて、だいたい8000から1万人の間をここ5年ぐらいは推移していると言われています。学習者の 80% ぐらいは中等教育の学習者で、かなり高い割合を占めています。ケラニア大学は日本語を教えるだけではなくて、スリランカ全体とまたアジアの国々と協力するアジアの日本語教育研究機関としての役割を目指しています。はい、近年の流れとしてこれまで長く文法訳読法のみ、かなり比重が重い授業からの脱却が挙げられます。もちろん文法訳読法が悪いということではなくって、また文法の反対がコミュニケーションということでもないんですけれども、さまざまな方向から教えたり学んだりした方が豊かな場になるだろうという意図のもと、5年以上前から教師研修やセミナーが行われてきました。またもう一つ、最近になって多くの教育機関でオンラインで授業が行われているようです。そこでこのような疑問が出てきました。コミュニカティブな授業は実際に行われているのだろうか、で先生たちはコミュニケーションをどう捉えているんだろうか、でオンライン授業のこれがいいからこうやってみようという形で広まっているのか、それとも新型コロナウイルス感染拡大後にオンライン授業が拡大していったのか、先生方はそれぞれについてどういう難しさを感じているのだろうかということです。そこでこれらの疑問について質問調査を行いました。本発表ではこの2つについて聞いたんですが、オンラインで教えることについて主に発表したいと思います。調査に協力してくださったのがスリランカ全体の中等教育機関の先生に絞って20名の先生が協力してくださいました。20名というと、このスリランカはこうですというには十分じゃないんですが、一つの現場の声として現場の傾向をつかむ参考にはなるのかなと思います。はい、現在オンラインで授業を行っていますかという質問に対して、皆さん全員が行っているを選択されました。で開始の時期は様々なんですけれども、すべて2020年の2月以降でロックダウンが始まった3月からほとんどが始めたということで、もう新型コロナウイルス感染拡大後であるということが分かりました。ロックダウンなどがあって急にオンライン授業をしなければならなくなったという先生が多いのではないかなと考えられます。そして、使用サービスは何ですかという質問に対しては、WhatsApp が最も多かったです。20名中16名が使用していると答えました。これは個人的にはちょっと意外な結果で、Zoom や Skype が多いのかなと思ったんですが、WhatsApp というメッセージベースのアプリが一番よく使われていました。それぞれのうち9名が WhatsApp と Zoom を
どちらも使っていますと回答しました。それからメールやスカイプなど別のツールを選んだ先生も、すべて Zoom かまたは WhatsApp とどちらも選択をしたので、主に使われているツールは WhatsApp と Zoom であることが分かりました。どのように教えていますかという質問に対して、これは一人の先生がプロセスを8つに分けて書いてくださったんですが、全部はちょっと読み上げないんですが、一番上のビデオをオンにして黒板を使って授業を説明すると書いてくれています。通常の対面授業をビデオ通話を通して教えるという形ですね。それからポイントを写真に撮って送ったり、例文を翻訳したり、学生に作ってもらったり、間違いをボイスメッセージをで説明したものをグループに送るということを書いてくださいました。この先生も説明をする、この先生は説明して練習をしてもらって作文を書いてもらうといった方法を使っています。 Zoom と E メールを使っているという先生は一人いらっしゃって、この先生は新原語を日本語にしてもらいました。してもらって授業の後にも会話をしてもらうという課題を出していらっしゃるそうです。最も多かった WhatsApp と Zoom どちらも使っていますという先生の授業内容ですが、1つ目の方、1人の先生の4つのプロセスですが、 Zoom で PowerPoint を使って文型を教える、文型を使って文を書いてもらい、書いた文を WhatsApp グループに送ってもらってチェックして直してもらうという、相互補完的に使っている例を書いてくださいました。2つ目の方も同様で、3つ目の先生は WhatsApp ではこう教えています、説明してボイスで録音してグループに送る、一番下のところで Zoom で教えるとき言葉や文法を説明して画面をシェアして教えますと書いてくれました。オンラインを通して日本語を教える上で困っていることは何ですかという質問に対して、81件の回答が出てきたんですが、それを7つの項目に分類できました。多かった順にこのようになります。一番多いのが学生の不参加またはその可能性で、これまでの他の先生の発表にもありましたが、設備金銭、それから技術方法、電波ネットワークといった順番で続いています。一番多かった学生の不参加またはその可能性という例なんですが、学生が授業に参加しない、学生の様子が見えないからちょっと不安になるといった声が聞かれました。設備金銭、学生の環境としてインターネットがない、スマホパソコンがないという声もありましたし、先生がこうお金が通信料がかかってしまうからオンライン授業をしないという方もいるという声もありました。それがその Zoom ではなくて WhatsApp が最も多く使われているのは、通信をそのメッセージベースであまりかからないという背景があるのかなと考えられます。技術方法として、こう一番多いのが文字を教えるのが難しいという声が最も多かったです。あとは電波ネットワークでは、やはりこう途中で落ちてしまったり参加できたりできなかったりということや、学生の理解度としてこう顔が見えないから分かったかどうか見えにくいという声が聞かれました。ちょっと IT への不信感というのは次のスライドに紹介しますが、他に居住環境として家族が
多くて声が入ってしまうとか、学生か先生かわからないですけど、そういったことや、まあ、例えば家の近くで工事があったら、それもちょっと難しさになるのかなと思われます。IT の不信感という項目なんですが、一人の先生が困っていることとして、この14の文章を書いてくださって、特に一番下の3つのところで、こうオンラインでずっと勉強し続けたら子どもによくない、健康によくない、こういうコンピューターとずっと一緒にいたらこうよくないという考えをお持ちなんだなということが分かりました。悪いビデオを見ているかもしれないというのは不参加の方の項目に出たんですが、かなりちょっと IT やオンライン授業そのものに不信感を持っていらっしゃるのかなと思いました。最後に、オンライン授業の勉強会希望しますかと聞いたところ、ほとんどの先生が希望すると回答されました。かなりたくさん要望があるので、こういうセミナーの情報を共有したり勉強会を主催することを検討しています。ちょっとコメントを飛ばします。はい、まとめとして、WhatsApp や Zoom が主に使われていることや、文字が教えにくいという声、それから学生が参加しないことや、その可能性が一番困っているという声が多かったものとして挙げられていました。かなりオンラインで教えることに、こういった項目をもとにこう不安を感じている先生が多いようでした。で、そういう不安をこう減らしていくことが大事だと思うんですが、解決できるものとすぐ解決することが難しいのがあると思います。で、技術方法に関わるこう各練習、練習をチェックできないとか、そういうことは方法をシェアすれば軽減できるのかなと思いましたが、電波とか金銭的な問題はちょっと難しいと思います。先ほども述べたように、勉強会の実施ですとか情報交換、電波とかそのすぐ解決難しそうなものであっても、限られた環境の中で参加できない人もいるけど、じゃあ最大限のいい授業をするにはどうしたらいいかを考えたり話し合ったりですとか、 WhatsApp を使った授業のアイデアとか話し合ったりすることはできるのかなと思いました。はい、じゃあスリランカにおける日本語教育のニューノーマルについて、ティルルク先生にお願いします。はい、スリランカ、ごめんなさい、スリランカにおける日本語教育のニューノーマルに関して、少し簡単にまとめさせていただきます。まずスリランカで日本語教育始まったのは、実際には1967年からです。それはプライベートの小さいクラスで日本に留学したいと思っていた学生を数人集まって個人的にできたクラスなんですが、その後で1975年それに大使館コース、つまり今スリランカ日本語教育協会という日本語講座が1975年に始まりました。その後1977年にキャラニア大学で日本語講座を一応始まりましたが、このような流れを経て、まあ、現在は国立国家試験、つまりその O レベル、それから A レベルのために、つまり高校卒業試験、それから中学卒業試験にも日本語を一科目としてもう受けることができます。
その日本語、スリランカ日本語教育のニューノーマルについて話しますと、先ほど宗像先生からもお話がありましたが、スリランカの日本語教育は基本的に文法を中心に文法訳読法を使って、今まで40年間ずっと教えてきました。企業も今現在もそれが大きく変わっているとは言えませんが、もう2009年からシラバス改定が始まりまして、2009年に少しこのコミュニケーティブアプローチに入りましょうということで、文法訳読法の教え方を少しなんか新しく考えることになりましたが、それからその2017年に最近ですが、その17年から大きくそのコミュニケーティブアプローチとかタスクベースティーチングというふうに教育を日本語教育を新しくしたいというふうに考えてシラバスを改定しました。その時に基本的に日本文化、その日本文化と言いまして、その今までその日本の伝統文化、折り紙とか茶道とか日本の着物などのそういった伝統文化を紹介してきました。それから教育とか日本のその情報、事情を紹介してきましたが、この2017年の改定の時に、シラバス改定の時に、異文化間コミュニケーションとか、その日本人とコミュニケーション上必要とされるそのもうノンバーバルコミュニケーションとか、そういったあのことも含めて考えることになりました。これがこのスリランカの日本語教育のニューノーマルというふうに今現在考えておりますが、これからその話すことを中心に4技能のうち話すことを中心に考えていきたいと一応思って、一応いろいろなことをやっておりますということです。ありがとうございました。